はい、今日はね東京ドームです。これからポール・マッカートニーの東京ドームワンオンワンジャパンツアー2017、思いっきり読みましたけど、これに聞きたいと思います。6時半開演、会場6時半か、開演6時半、あ、4時半開場、6時半開演ですね。今5時ぐらいなんで、どうなんかな、だいたい30分ぐらい遅れるは遅れるんですよね。まあ、とりあえず行ってみたいと思います。はい、後楽園着きました。まだ開演まで1時間なんでね、ちょっと空いてたらラーメン食べようかなと思ってます。後楽園にね、美味しいラーメン屋さんあるんですよね。ただね、並んでるようだったら諦めたいと思います。さあ、ちょっと向かってみましょう。ここね、いろいろあるんですよね。ここね、お、一人並んでるだけだからすぐ入れそうなんで食べてきましょう。森住キッチンっていうラーメン屋さんです。よいしょ、来ました。このラーメンがね、美味しいんです。どうですか、この澄み切ったスープ。はい、ちょっとね、太い麺なんですけどね、歯ごたえがあって美味しいです。ね、メンマもね、うまいんですよ。でもあれ、さあ、腹ごしらえしてからライブを楽しみたいと思います。はい、美味しかったですね、ラーメンね。ここね、後楽園来るとね、いつも来るんですよね。で、八天堂のクリームパン持ってますね。これも美味しいんですよね。ちょっと一回食べてみたいんですけどね、ここのね、ラクレットチーズドッグ。なかなかですね、ラーメン食べちゃうんで、お腹に余裕が。無理すれば食べれちゃうんですけど。さーて、ライブですよ。今日の席は1階席、アリーナではないんですよね。どこだろう、何番だろう。よいしょ、22ゲート。あれ、22ゲートって中央かな。1階三塁側。さあ、チケットどこになるでしょうか。22番ゲート、あ、中央のとこだな。はい、じゃあ東京ドームやってまいりました。なんかもう最近東京ドームも野球見に来なくなっちゃったから、ホールのライブでしか来てないですね。グッズ売り場は相変わらず盛況なんでしょうかね。22番ゲート。そうですね、一番中央のとこですね。さあ、ということで中入っていきたいと思います。22番ゲート、これですね、最後尾。撮る人と一緒になっちゃってて、意外と空いてますね。さあ、入りたいと思います。通りはこっち、中のが空いてますね。そしてこの間売り切れたものがあるんで、なんか買っていきたいと思います。はい、今日はここからです。ちょっとは昨日に比べるとそれは遠いんですけど、割と前の方っちゃ前の方ですね。正面からなんでゆっくり見れそうです。楽しみです。
ということで終わりました。武道館の時と比べてものすごい曲の量、いやーすごかったですね。とりあえず終わりました。すごいっすよねここで。あー終わりました。ドームのセットリスト、武道館と全然違うというか、品数多めです。ね、中でも一番良かったのは You Want to See Me、 個人的に結構好きな曲だったんで、まさかライブで聴けるとは思いませんでした。またかっこいいんだな、これが素晴らしかったです。あと2日また微妙に変わるんでしょうかね。まあでも正直ね、今日のままでもいいです、セットリスト。いやーいいライブでした。さて後楽園の駅までまず行くのがね、これ一苦労なんですよね。まあ、とりあえずのんびり行きたいと思います。はい、ということでね、行ってまいりました。ワンオンワンツアー東京ドーム公演。武道館がもうね、あったわけなんですけど、まあ何でしょう、武道館言ってみれば、予告編みたいな感じで、この東京ドームの初日、これがねツアーの初日といった感じでしたね。もうね最高でしたね。あの You Want to See Me っていう曲がね、とにかくかっこよかったっすね。あといろいろありましたね、武道館でやんなかった曲も。またあと2日あるんですけど、なんというかもうね、ほんと次の来日待ち遠しいですね。あと2日行くんですけどね、なんかそんな感じです。もうなんで結局セットリスト前回のアウトゼアツアーとそんな変わってないんですけど、もうなんか変わってなくてもいいやっていうね感じしましたね。しかしこの前回のツアー、その前のツアーからもずっとそうですけど、レッド・イット・ビーがねかかった瞬間ね、今日ももうすぐ終わっちゃうんだなっていうちょっと寂しさで、曲と相まってね、なんとも言えないあの感情になるんですけどね。いや本当いいライブですね。あと2日間まだ見れるんでね、楽しみです。ということでね、ちょっと今回東京ドーム行ってみました。あと土曜日と日曜日、これまた非常に楽しみといったところでね、本日のこの動画も終わろうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。